ポチッとな。皆さんはこんばんちは。本日は激闘東部戦線、バルバロッサ編の上演にお越しいただきありがとうございます。え、何その前置きはさておき、早速始めましょう。重ねてくんな。場所はロシアのどこか。国防軍チームが防衛地点に到着したようです。見る限り結構装備は充実してるみたいだな。そうですね、ただ肝心な対戦車兵器が陸軍用ドアたたきとパンサーリュクセのみというのが気になりますね。赤軍チームの様子を見てみましょう。様子を見るにどうやら国防軍チームのいるところに向かっているようですね。おっと、ここで国防軍チームが赤軍チームを発見したようです。赤軍側は早速戦車が一両やられたみたいだな。おっと、早速赤軍チームの戦砲部隊が撃破されました。国防軍チームはよ勇壮ですね。おっと、南海アナ BGM が可能性ですね。これまあ、ドアノッカーが使えないっていうよりも T34 がオーパーツってことか。おっと、電話来た。なんだ今の。何の電話でお前は何を喋ってたんだ。待ってくれ。え、何これは。久しぶりに出番が来たと思ったらこれかよ。青い丘で敵の攻撃を跳ねのけたので解説を始めよう。黄色いのは準備砲撃でミンチになりました。さて、前回では一次大戦での対戦車兵器を紹介したので、今回は戦艦機から二次大戦、その中でも特に対戦車砲、対戦車銃、地雷を紹介していこうと思う。では最初に一番身近である対戦車砲から見ていこう。ドイツにおける対戦車砲の開発は他国と比べて早く、その起源はなんと一次大戦末期まで遡る。1918年7月に陸軍最高司令部より射程が長く、貫通力の高い新しい対戦車兵器の開発が依頼に出された。クルップとラインメタルの競合の結果、8月にラインメタルのものが採用された。開発依頼からわずか1ヶ月での完成となるが、それもそのはず。発射時の反動を抑える機構は一切なく、砲身や移動用の馬車までも既存品の有用であった。この世界初の対戦車砲となる兵器がドライカンマジーベンタンクアプベヤカの年のインツェインウントアハツェインである。時代的にまだ戦車に対応するドイツ語がタンクのままであるため、名前がパックでなくタックとなっている。性能としては500メートル先の15ミリの鋼板を貫徹できると十分であり、イギリス軍のマーク5戦車の16ミリの正面装甲を撃ち抜くことができた。逮捕兵用の榴弾も配備されており、終戦まで3ヶ月という短期間でありながらも、終戦時にはすでに600門ほどが戦線に配備されていた。一次大戦終戦後に戦勝国よりアホみたいな制限が軍にかけられたが、そんな制限など目にも入らないのか、同じく国際社会からはぶられてるソ連領内にて兵器開発が続けられていた。もちろん対戦車砲の開発も続けられ、1928年には 3.7 センチタッケ28が開発された。1918と同じように思えるが、この砲の性能は当時においては異例の高初速大威力砲であり、性能の詳細は資料が見つからなかったためわからないものの、後述する対戦車砲とあまり変わらないため貫徹力はほぼ倍増していると思われる。さあ次からが本題。最初のクソ茶番にも登場していた 3.7 センチパック36である。この対戦車砲は前述のタック28の改良型であり、採用された当時においては普遍的な性能をしていた。鉄鋼弾を用いると500メートル先の29ミリの鋼板を貫徹でき、各国の主力戦車を撃破するには十分であった。しかしながら1940年より始まった西方戦役にて強力な敵戦車に遭遇することとなる。フランスの軽戦車のオチキス35や騎兵戦車のソメア35、さらには重戦車のルノー B1、イギリス戦車ではマチルダシリーズ。これらの戦車の正面装甲はいずれも30ミリ以上であり、ルノー B1 に至っては正面装甲が最大60ミリであった。これらの戦車を撃破することはパック36にとって荷が重いところの話ではなく、1940年のアラスの戦いにおいて、戦線を突破し進撃してくるマチルダ戦車にドイツ対戦車部隊が立ち向かうも、
放った砲弾のすべてを弾かれ、その部隊は壊滅した。その後駆けつけた砲兵やみんな大好きアハトのおかげで前線が崩壊することは免れたものの、大戦初期ですでにPAC-36が旧式化しつつあった。さすがにドイツ軍上層部もこの事態を予想していたのか。貫徹力が向上する高速鉄鋼弾が7月には実戦配備されている。ただこの高速鉄鋼弾も問題があり、原料にドイツで産出しないタングステンを用いるほか、重量が軽いため風の影響を受けやすく、近距離でこそ貫徹力が大幅に上昇するものの、遠距離ではさほど効果がない。さらに作薬量が少ないがために、敵戦車の乗員や主要部品にでも命中させない限り敵戦車を撃破することが難しかった。1941年より始まった東部戦役ではオーパーツとカーベイシリーズを相手することになり、こやつらの装甲の厚さというと、真上からでも撃たないと撃破できないほどのものであった。これらの戦車へのドイツ側の対策はペリスコープや銃眼を狙う。また破近距離より側面の垂直部分を撃ち機関部を破壊するといった力技で対応した。もはやここまで来るとPAC-36によるこれらの戦車の撃破は不可能のように思えるが、42年9月までの T-34 の損失原因の 10% は戦車砲なども含めた 3.7 センチ砲によるものであり、現場兵士の涙ぐましい努力が見られる。ただ開戦当初のソ連戦車の大半は撃破が容易の軽戦車であり、PAC-36が対戦車兵器として全く使えなかったわけではない。また43年より方向装着式の成型作薬弾のスティグラナーテアイヌントフィルツヒが配備され、貫徹力が 180mm に向上した。ただこいつもこいつで問題があり、第一に外付けで発射されるため弾道が不安定でどこに着弾するかがわからない。第二に弾速が遅いため移動目標に向けて使用することが難しかった。しかも43年にもなるとまともな兵器が出てくるのでこいつがいるかというと。まあそれはさておき PAC-36 はその重量のおかげで人力での陣地転換も容易であり、空挺部隊でも使用された。さあ動画時間がすでにまずいが次に行こう。5センチ PAC-38 である。この対戦車砲は不採用となった PAC-37 の改良型であり、威力増大の要求を受け37よりも砲身が長くなっている。この砲は39年より生産が始まったものの、その数はそれほど多くなく、先行生産型が配備されたのは40年7月であった。さて肝心な性能はというと、鉄鋼弾を用いた際500メートル先の 59mm の鋼板を貫徹できた。先ほどのオーパーツを撃破できるかというといけないことはないという感じであった。さらに課金すると100メートル先に限り貫徹力が倍増するのでカーベイに対応できないこともなかった。そして先ほどの外付け砲弾も使用できた。正直なところこの対戦車砲の性能は微妙であるが、今までPAC-36を使ってきた将兵からすると泣いて喜ぶような性能ではあった。このPAC-38は派生型が豊富であり、航空機に搭載されオーパーツをぶち殺すために使われたり、紆余曲折あって対空砲として使われることもあった。もう一個派生型があるがそれは後ほど紹介しよう。ちなみにPAC-38は36よりも重量が増大したものの、軽量化のおかげもあり、頑張れば人力による陣地転換も可能になっている。さてと次に行こう。7.5センチPAC-40 である。39年にソ連の新型戦車の設計図がベルリンに届き、従来の36やその置き換え用に作られた38では力不足だと考えられ、7.5センチ版のPAC-38として開発が始まった。その後ラインメタル社のものが採用され、41年11月に最初の試作品が納入されたが、42年4月時点で国防軍にわずか44門が配備されただけであった。43年までには前線に行き渡り、ドイツ軍の主要対戦車砲となった。威力に関しては十分であり、500メートル先の 132mm の鋼板を貫徹することができた。ちなみに高速鉄鋼弾を用いると 40mm ほど貫徹力が向上する。ただ威力が高い分重量も増加しており、重量は約 1.4 トンとPAC-38の約 1.4 倍となっている。重量が増加した原因として砲自体が大型化した影響もあるが、PAC-38 ではアルミ合金を用いて軽量化を図ったのに対し、PAC-40 ではそのような措置を取らなかったためである。なぜかというとアルミ合金が航空機の生産に優先的に回されたからである。さあここからは怒涛の派生型が始まる。まずはこいつ、ジーベンカンマフンフセンチミーターベッドカノーネンジーベンエンフリュンフーントアハツヒだ。名前なった。
こいつが開発された経緯はなかなか複雑で、44年5月にちょびひげの命令で、対戦車能力を向上させ、人員を適切に使用できる新たな砲兵部隊が編成された。ただまあ砲兵部隊とは名ばかりで、配備されたのは攻撃する 8.8 センチパックと 7.5 センチパックであった。対戦車砲を野砲として使えるかというと使えないわけではないが、性質上行角が小さく射程が通常の野砲ほど長くはない。そのため行角を大きくした結果できたのがこいつである。作り方は至って簡単。142系榴弾砲の砲火を組み合わせるだけ。これにより行角が22度から35度に向上し、射程が約2倍となった。これの他にさらに行角を42度まで向上させた 7.5 センチフールド可能年 7N85 も製造された。なお砲身長が短くなってるため59よりも射程が短くなっている。ちなみにこれらを装備した肝心な部隊は44年の秋までにほとんどが壊滅した。なお補足するとパクってきた軽榴弾砲の砲火はパック40の砲火から改良したものだったりする。さあ次。7.5 センチパック42だ。地区戦車が見えるのは気のせい。パック40の砲身を長く威力を向上させたものである。対戦車砲型が250門程度しか製造されてないから写真なんざ見つかんねんよ、ちっちょうめ。はい次。7.5 センチシュプルム可能年40。とその改良型の 7.5 センチパック39。もはやこいつらに至っては対戦車砲型すらねえ。前車は名前の通り突撃砲に搭載され、後車は前車の改良型、パック40よりちょっとだけ威力が向上してる。パックって名前がついてなければ紹介なんてしてないんだからな。なお当のパック40は当たり前のように航空機に搭載されている。ふう。終わりと思ったかまだあるんだよ。7.5 センチパック97、38。オーパーツと愉快な仲間たちに対応するために作られたキメラである。元をたどればフランスの M1897-75mm 野砲とパック38の砲火を組み合わせたものである。オーパーツどもの対応に苦労していたドイツ軍はフランス軍が野砲を対戦車砲として使っていたことを目につけ、ポーランやフランスから大量に露獲していたこの野砲を対戦車砲に改造したのである。対戦車砲としての性能はというと満足いくものではなく、初速が遅いため鉄鋼弾ではまともな貫徹力が出せないが、成形削薬弾を用いて敵戦車を撃破していた。ただ初速が遅いがために移動目標に命中させるのは難しく、弾薬の性質上何発も敵戦車に命中させなければ撃破は難しかった。また、M1897 の弾薬は使用できるが他の 7.5 センチ砲弾との互換性はなく、使い勝手が悪かったがパック40が出揃うまでオーパーツに対応できる貴重な対戦車砲として重宝された。ちなみに砲火をパック40のものにしたパック97、40も何門か製造されている。オーパーツに悩まされたドイツでは他にも露獲した火砲を改造して使用していた。それが 7.62 センチパック36ルーセッシュである。極祖戦初期においてドイツはソ連の 76mm 師団砲 M1936 を大量に露獲しており、東方の高貫徹力からドイツ側でも対応パーツ兵器として使用していたが、そのまま対戦車砲として使用するには少し問題があり、ま、改造の結果できたのが 7.62 センチウンタラカンタラである。改造点としては高かった防順を低くしたり、反動を抑えるためのマズルブレーキを取り付けたり、ついてないものもある。二人で操作できるようにしたり、ロシア製の照準器をドイツ製に取り替えたり、あとにはなるがパック40の弾薬と互換性が持てるように改造したりした。鉄鋼弾を用いると457メートル先の120ミリの鋼板を貫徹でき、性能は良かった。ちなみに互換性があると言ってもパック40用の弾をそのまま発射すると方針とうまくはまらないため、威力や精度が低下した。そのため追加パーツを付けはまるようにした 7.5 センチ弾が後になって支給されるようになった。補足すると当たり前ではあるが 7.62 センチ弾をパック40で発射することは不可能で、最悪方針内で爆発して大惨事になる。そのため見分けができるように 7.62 センチ弾の先端には白く着色されるようになった。話を戻してソラスト本砲の他に 76mm 師団砲 M1939 から改造したパック39もいたりする。さあまだまだ続く 7.5 センチシリーズ。戦術したパック38の派生型の一つでもある。7.5 センチパック50である。え、派生型のくせにパック38と口径が違うって?まあ砲火流用してるだけだし仕方ない。ちなみに砲自体はパック40の砲身を短くしたものである。日本語域のパック38の砲身を拡張して 7.5 センチにしたという謎記述は裏が取れませんでした。
まあそれはさておき、こいつはパックという名称がついてるが実質歩兵砲である。資料が少なくどのように運用されたかは不明であるが、鉄鋼弾ではろくな貫徹力が出ないことは目に見えてるため、成形削薬弾を用いて対戦車戦闘をした可能性が高い。ちなみに同じような兵器で 7.5 センチパック37があるが、後に 7.5 センチインファントリーゲシュッツフィーベンウントドライシヒに改名され、成形削薬弾を用いて対戦車戦闘をしていたが本題とは外れるのでここでは省略する。はぁ、あ、やっと 7.5 センチシリーズが終わった。さあまだまだ続く対戦車砲。お次は 8.8 センチシリーズである。8.8 センチパック43およびパック43-41だ。43の方から紹介しよう。話は元をたどると40年より始まった新型対空砲の開発から始まる。この開発に参加したのがラインメタルとクルップであるか。なんやかんやあってラインメタルのものが採用され、クルップは設計をやり直すこととなった。そして43年にクルップのものが戦車砲と対戦車砲として採用され、対戦車砲型がこのパック43である。このパック43はドイツの対戦車砲としては珍しく十字型砲火が採用され、360度すべての方向に向け射撃することが可能であった。また今まで対戦車戦闘に用いられたフラッグ36よりも安価で、フラッグ362門分の値段でパック43を3門生産することができた。もちろん威力も十分で、鉄鋼弾を用いると500メートル先の217ミリの鋼板をたやすく貫徹できた。ただもちろん弱点がないわけではない。前述した十字型砲火は構造が複雑で生産が遅れ、さらに連合国にとる連日の空襲でさらに生産が遅れていた。そうこうしてる間にも砲身だけが延々と生産され、工場には砲身だけがある状態であった。さすがに砲身をそのまま眠らせておくのももったいない。そうして作られたのがパック43-41であった。威力は据え置き、生産が早くなったお得砲である。それもそのはず、各種榴弾砲からパーツをパクってきたからである。ちなみにこいつは前述のパック43が安定して生産できるまでに約1400門が生産された。日本語域の154門は少なすぎるし裏付けが取れなかった。まあそれはそれとして43および43-41は重大な欠点を抱えていた。画像の通り人力での陣地転換が困難ってレベルじゃなかった。パック40の時点で人力での陣地転換がすでに難しかったが、こやつらの重量は約4トンともはや無理なレベルであった。そのため撤退時や移動手段が確保できなかった時に放棄されたものが多く、敵国に露覚されたドイツ戦車用に使われることもあった。事実ソ連にこれらのみで構成された対戦車砲部隊が存在していた。ちなみにアークトパンターに搭載され対戦車砲として取り外されたものがあったりなかったり。さあようやく次で最後。12.8 センチパック44。でかい、説明不要。ドイツ対戦車砲の集大成である。もはやここまで来るとこれの攻撃に耐えうる戦車は対戦中に存在しない。500メートル先の30度に傾けた装甲でさえ312ミリまでなら余裕で貫徹できた。そして野砲としても使用できるように仰角は45度まで取れた。まああとは移動ができるか怪しかったり、どちらかというと車両に搭載する目的で作られた以外で言うことはない。動画時間が爆発しそうなので手短に終わらせる。ご視聴、ありがとうございました。